こんにちは、塾のです今回はね、部活の名言ということで、うーん、まあ一つ、ちょっとおかしな考え方かもしれませんけど、お話していこうかと思いますね。まああの、一球たりともミスれないようなね、ピリピリとした雰囲気、確かに強くなるでしょうね、強い選手、できるでしょうね。まあでも、片っぽでは、うーん、まあ所詮部活という考え方もあってね、私は中学の頃に、まあそれを知ったわけなんですけども、もちろんこれを、 選択するかどうかは、また個人の自由になりますけども。あのみんながみんなね。インターハイ全国大会。そういった。うん、高みを目指してるわけじゃないと。たしなみとして、とりあえず経験としてやりたい。野球もあるんだ。っていうふうな。考え方があったんですよ。まあ、それがね、顧問の先生が言ったんですけどもね。あの。まあ、レギュラー合戦。そこで。私立な争い、練習するのが。悪いとは言わんけども。でもね。 強くなって、勝ち続けて、そして野球が好きになるやつもいれば、そうじゃなくって、幼い頃覚えたね、まあ、キャッチボールとか、家族でできなかった、まあ、いわゆる野球ごっこね、まあ、そういったものを部活の中に求めてくるやつもいるんだから、単なるね、強いやつ、上手なやつで競争するようなことはしないよと。何もね、試合に勝つことだけが試合じゃないんだと言ってましたよね。なんかきっちりとグラウンド整備をするとか。 道具の手入れをするとか挨拶や礼儀ができているとか学業をおろそかにしないとかそういうふうに自分の存在感を発揮する選手もいてそれはそれで評価するよときっちりと学業で自分の足場を築いてねで部活はそれ以上じゃないというスタンスも学校の教職員としては大いに支持できるとだから一部に部活に徹底的に打ち込んで授業中居眠りしてるやつけいるけども そういういのは褒められんなと。部活で授業を練るくらいだったらもう部活やめてしまえとうん、まあ、そういうふうな考えもありましたね。でねひる、えー、がえって近年ですけどもあの民謡とかね三味線の世界にもあの何が何でも全国コンクール出るんだと優勝するんだと自分の技を磨くんだっていうふうに考えている人もいてで全体の会員さんの一部なんですよそういう人は。 そういう人に対しては特別クラスとか上級クラスを設けて徹底的に指導するけどもでも一般の一同に会する時っていうのはあの単なるね趣味事として楽しみとして一つのコミュニティの中の一員としていたいという方もいるんでそういう方にねあんまり上達を進めるもんではないと、うん、ただ自分と同じ空間にいるみんなと同じ空間にいるってことによる喜びを見出している人だからその人をね、あのー、追いまくって。 競争とか上達とかに巻き込んでなくって、上手にできたね。楽しいね。じゃあ今度お楽しみかいつしましょうかみたいなね。そういった楽しみ方もあるんですよね。で、これは即果塾の中にもこの考え方があって、全員にガツガツ稼げってわけではないんですよ。即果塾っていうグループに入ることによって、何を求めてるのかってみんな違うと。うん。単なる所属の一員としてね、所属の欲求を満たしたい方もいれば、 中身をちょっと覗いいててみたいって方もいたりととかねともすればガンガン稼ぎたい人もいたりとかあとはねスパイ活動に来てる人もいて、まあ、そのそれぞれ全てがうんまあその人それぞれのねやってみたいことなんだろうなと思うんですよさも、うん、なければ稼いでない人間っていうのはその落第生とかねそれこそ波紋の候補になってるわけですよいつ始めるかっていうのはもう自由とっか塾に入塾してすぐに花開く人もいれば 3年年後後とか5年後ってていう人もいてね実際にそういう人も別に待ってあげてるから花開くのを待ってあげてるから花開くところがあって、うん、やらないんだったらやめたらとかね、うん、あまり詰めすぎるとその人があともうちょっと待ってあげればスタートするのに結局根こそぎね、えー、もう嫌になっちゃったみたいなねことにもなりかねないんで、うん、多分やる気になった人がその日の。 その人の人、うん、スタートなななんじゃないかなとかとね、まあ、いろいろ思うわけですよね、うん、確かにね何が何でもトップを目指すその姿勢を否定できるものではありませんけどもほとんどの人はトップを目指さない試合をやっているほとんどの人はトップを目指さない活動をしているでそれなりに手を抜くからこそ楽しめるしあんまり本気でやるもんじゃないかなっていう考え方もあって、うん、本気でやるのがね、うん、かっこ悪いみたいなところなわけですよ。 そこまでして勝ちたたいいのかみたいな、みな負けたものはどうなるんだみたいなおかしな理屈も出てくるんですよね。まああのスポーツっていうのは一つの,あのまあ単なるスポーツですからねうんそこに勝負を持ち込むのはどうなのかなっていうそういう考え方があったんで当然ですけども私のいた中学っていうのはね部活そんなに強くなかったですけどもまあねその分。 他のの部分が育ったかかなとかねどうなんでしょうね。まあでもねその時部活の顧問の人の、まあ、言葉っていうのはもう勝つためが全てじゃないところにまあなんかその地方の温かさとか緩さとかね居心地の良さがあったのかなというとこありますよね。うん、まあどうなんでしょうね。 恋愛とかそのほかよりもウエイトが高くなることはあんまりないのかなとかね、うんまあ、ある意味ちょっとねこう舐めているというかそのぐらいの緩さがあったからこそ部活ってのはね部員が集まったのかなと <laughs> 思いますけどねやっぱりねなんかこう野球部入ろうと思ってもみんながハイレベルを目指していたらとてもじゃないけど奥で入れないんだけどもでも下手な人もいさせてもらえるという環境があるからじゃあ自分もいいのかなと思ってね 体の弱い人とかね苦手なんだけど好きな人が入ってくるっていう環境もあったりねまあそんなことを思い出したそんないきさつでございました吉田先生いってらっしゃい。